はい、おつーん。やってくぜ。もうね、絶対にサウジは出すから、スティーブ。後悔ないように行きたい。練習期間がこんだけあったんだから。うまい。いい下段さばきだ。なんかね、相手によってスティーブは攻めていいやつと攻めちゃダメなやつがいるんだよね。ごめんなさい。そう、でもむずいよ。やっぱこいつむずい。なんて言うんだろう。相手の動きを見て、そうなんだよね。でもまあ動きが初めから分かってる相手だったらなんとかなるからね。オッケー。リロイ使わないですか？うん、リロイは大会は使わないかな。ノーマルコストだから間違えた。そうなんよな。俺っつったらそうなるよな。でもな、大会が近いと。なるほど、やっぱああいうのしゃがむんだな。これ死ななくね？死なないよね。いや、1ミリ残る気する。あ、無理だ。オッケー。そう、真面目パート。リディア対策はいかがでしょうか？まあでも実際対戦してみてってしか、リディア対策ってまあ自分で触ってみた時の感想と対戦した時の感想は一緒だから、まあ自分でやっぱやるのが一番なんだよな。本当にそう思うわ。自分でやった感想とまんま一緒。のびさんって鉄拳でブロックされたことありますか？待って待って、多分ブロックリスト100ぐらいんじゃないかな。合計でどんぐらいいるんだろう今俺のブロック。クソ技列伝見たい。あ、なんかさ、鉄拳のあのキャラ対策動画が終わったらやろうとしてたことなの。次はクソ技列伝。あ、いいね。でもちょっとせっかくだしクソ技列伝やってやろうか今一個一個。あ、でも後でがいい。どっちがいい？動画化してゆっくりやる方がいいか、こういう風に生配信の時にクソ技があるのがいいか、どっちがいい？どっちもやってやるか、せっかくだし。クソ技列伝ね。じゃあいいよ。一番左上からいっぱいあるよ。いっぱいある、いっぱいあるんだこのゲーム。だから今後各キャラクターのまあクソ技っていうか超強キャラ、超強技だよね。強技列伝をやっていこうかなと思います。というわけでちょっとリディア対策もしてないから、まだもうちょっと触ろうか。ハロー。すげえよな実際。対リディアのどっち横？俺は左行ってるけどな。結構左だと思うけど、右でもなんか構えは確か右横しゃがみで、これみんな知らないと思うんだけど、リディア対策でまあちょっとだけタイミングずらすこととかもできるし、見てから対応もできる技があるんだけど、相手のヒート状態中とかに、特定の行動だね。まあ要は特定の行動、よくあるやついくね。はい、これとか。まず例としてこれは、はい、右でかわせます。はい、左当たります。だから右に行くんですよこれは。はい、なんですけど、そこでもう一個次の中段もう一個目があるんですけど、それはどうなるか。あ、そっちになっちゃった。はい、そう、こうなるの。ここの2つはで横にペラペラですよ。で最後のあのこれだけ横に超強いっていう感じで、はいはい。なんですけどこれってこうするとまずパンパンとの2択も回避できます。すごいでしょ。そうなの、これはね全体用なので、一応最速で来るなって仮定した時はね、右横しゃがみ、これ覚えとくと結構楽になる。あとは天井天下の読み合いじゃなくて、よくあるリディア対策としてこれね、これを仮に相手は止めガードをするってなった時に、はい、後ろ入れします。これ確定です。
はい、これに対してリディア側ができる行動って2つしかなくて、実はまずこれ、これが要はジャンステ技で、はい、なります。でもそれをするとジャブで落とされます。じゃあジャブで落とされるってことは、この中上段のこっちを打てばいいんじゃない、はい、っていう読み合いで、これは、ホーミングなのでこんな感じになるんですけど、これは右横でしゃがむ、全部が全部読み合いになってます。ちなみにこいつはこの後でさばきを入れると、しゃがみキャンセルしてさばきを入れても下段さばきが出せないです、多分。はい、こんな感じで出せないんですよ。だからガードをするしかないんです、これは。これ結構大事ですよ。でこの後のこれ発生フレーム見て、プラ6から16だからワンツーシャガパンだったら勝てます。ただここでライトゥーとかショートアッパーとか打っちゃうとフレーム的に負けちゃいますよ。でこの技は左当たります。でも右はペラペラです。ってことは右横しゃがみをちゃんと完成させると、これね先行入力じゃなくてちゃんといかなきゃいけないからむずいんだよね。こうするとさっきの上段の読み合いも全部いけますね。これね覚えとくとマジでいいよ。はい、こんな感じで、これがまあ基本的に今みんなができるようになるかもしれないリディア対策、キャラ対動画とセットでシリーズ化できそう。そうね、まあだからキャラ対策動画が終わった後はクソ技、クソ技列伝やろうと思う。こういう感じでいいんだよリディアは。そうだから、そうやって考えると結構リディアがもう気を使わなきゃいけなくて、超ずらさなきゃいけないの。それか構えに行かないでの読み合いをするって感じかな。まあちょっと俺もリディア最近この段位上がった後にやってないからもうちょっとやろうか。平八もクソ技多そう。まあ今の時点では何とも言えないけどね。多分ねこのキャラは後半になると味が出るキャラなんじゃないかなと思うんだよね。今の時点では評価多分そこまで高くないと思うんだけど、俺は多分このキャラ強いと思うよ。むずいと思う。そしてむずいと思う。でも全キャラ対策覚えるのってめっちゃ大変じゃないですか。大変よ、もちろん。まあだからある程度の対策でいいんだよ。ある程度の対策でいいよ本当に。確定反撃だけ覚えるだけでも全然違うから。動画で鉄拳力をつけるためにレオ使うって言ってたと思うんですけど、今メインで使ってるキャラを変えてでも練習。そんなことないよ、そんなことない、そんなことない。うん、惜しい。ドラに有利つくキャラって逆に誰？ドラグノフに、あ、待って、ごめんごめんごめん。俺は本当に今現時点でマジで理論上ちゃんとやれば勝てるなって思うキャラは、スティーブ、カズヤ、あと、きついのシャヒーン、シャヒーンマジきつい。で、あとレイナ、あとね、ザフィーナもきつい。ザフィーナ、あとポールもきつい。ザフィーナ、ポール、フェン、ヨシミツ、ニーナ、シャオ、ジン、ローぐらいかな。ここら辺はきついと思う。そのちゃんと最終的に全部が成熟しきったあとは多分ここなんじゃないかなとは個人的に思ってる。ポール使ってますがドラにボコボコに、結構やだよ。でもドラグノフ側はマジで高半痛えのと、右アッパー結構技いろんなもん潜られるから。以前メガネ使って、あるよ、メガネはあるよ。のびさんが以前配信で何が何でも続けることが大事と言ってて、リディア出た日から毎日ストレス感じた、負けらずみは自分の壁だったし、にな、続けることが大事なの。よかった、そいつは嬉しいわ。毎日をさ、毎日毎日練習練習なんだけどさ、なんかやっぱ合宿で練習したいよねってなっちゃうよね、やっぱ。次、うん、スティーブ考えてますよ。まああとちょっと、もうちょっとしたら合宿が始まるんで、その合宿の時にちょっと研究とかいろいろしようかなって感じです。そう、本当にそこで全てを決めたい。よほどスティーブ使いたいのか、まあよほどスティーブを使いたいわけじゃなくて、多分ローハイも同じこと考えてんだよね。本当にそうなんだよ。最終的にスティーブは絶対に大会で武器になるんだけど、あまりにもまだ今はむずすぎる。本当にそこだけ、その難しいって壁さえスティーブ側は取っ払えることができればマジで武器になるんだけど、本当にむずい。その
パワーがやっぱり足りないんだよね。それは間違いないんだけど、キャラパワーがね。まあでも研究やっぱされてるから、その研究されてるものを視界した時にどうなるのかっていうのをちょっと次は試したいよ。まだまだこの先もどうせ来年も当たるし、再来年もどうせ当たるから、今ここで全てを試せるチャンスだからね。これがいい。今日人対策出していただいたおかげで近距離左横よかったやんけ。左横すかされまくり。お前すかされまくり、お前陣側か。だったら右回し打て。次のステップだぞ。日に日にサウジが近づいてますね。参加しないのにワクワクだと思いません。マジでのびさん頑張ります。ありがとうね。まあ優勝できるかどうかは分からんけど、やれることはやろう。待って、10カウントした後 1P、2P 側で変わったり変わらなかったりするな。まあカメラワークによるんだよね、10カウントは。ちょっと難しいと思う、それは。俺もなんか状況説明できないかな。はい、お疲れ様。またね。あっちくんやってんじゃん。OK。ほなねー。